こんばんは。阿佐ヶ谷夫婦チャンネル沼津理恵です。夫ちゃんが今日いません。はい、あ、いました。すいません、今日はあのカメラの方におります。その理由を、はい、あ、今日何をやるかというと、あのまた昨日に続き私割烹着を着ているということは、真夜中のおやつシリーズ。そうです。まだお餅で楽しもうシリーズ第2弾。はい、で今日夫ちゃんにね、お餅のおやつを食べてもらいたいなと思ったんですけど、昨日に引き続き、昨日見ていただいた方は、あのね、夫ちゃんは手ペンキだらけでしたね。はい、今日はまたさらにヒートアップ。今日はもう全身ペンキだらけになっているので、皆さんのもう顔も手も全部ペンキですよ。まあ、洗えば取れる水性のペンキなんでね、取れてんですけど、ちょっとね、あ、まだ残ってます。髪の毛に今ペンキがいっぱいついていて、はい、恥ずかしいということで急遽は、ちょっとお見せできるような状態じゃないなというね。そんな恥ずかしがらなくてもいいのに。ということで、はい、今日は洋風のチョコレート餅を作りたいと思います。はい、どうぞ。はい、じゃあ作っていきます。切り餅あります、はい、で今日はチョコレート、はい、今日はこうちょっと正解用のですけど、皆さん、あの板チョコとか何でもいいです。チョコレートを 10g ご用意ください。はい、で切り餅1個、うん、今日は1対5。1対5、5倍、え、どういうことですか。1対5 10g と 50g。 あ、え、どっちが 10g でしたっけ。 10g と 50g、はい、昨日は、1対2でしたけど、そうですね。ということで切り餅を耐熱の器の中に入れます。はい、ボウルでもいいです。で見てください、ここにポイントが隠されています。何でしょうか。これは水が、ちょっと見にくいけど、は、入ってますね。ちょっとわかる？見てください。小さじ1分の水が入っているんです。これがポイントになります。はい、でラップを軽くして、うん、電子レンジに、今回は30秒600ワットでかけていきたいと思います。いってきます。はい。はい、30秒って言ったけど、40秒かけました、はい。はいはい。お餅が柔らかくなってたら OK です。で、はい、水の中にこうやって、お餅を浸すというか、うん、小さじ1の、はいはい、これがね、結構今日のポイントなんですね。あのチョコレートって油がある、油分が、うんうん、なのでちょっと水を入れた水を、ね、でちょっと柔らかくしてあげないと、うん、油がツルツルしちゃって、うん、お餅にチョコがきれいに入っていかない。でチョコを入れます。でチョコレートが溶けるまで混ぜます。今すぐ入れなかったから溶けるかな、心配ですけど、こうやって昨日のね、あの栗きんとん餅と同じように、お餅とこの具材をきれいに合わせるようにしながら混ぜていきます。チョコレートが溶けてきて、お餅にチョコレートが馴染んできました。そうですね。でお餅1個だとね、すぐ冷めてしまうので、スピーディーにチョコレートを溶かしてくださいね、うん、というか、もしくはチョコレートを細かく刻む。はいはい、はい、いい感じにチョコとお餅が馴染んだら、ちょっと折りたたむようにして形を整えていってください。こんな感じで、はいはい、そしたらさっきふんわりラップした上に乗せます。はい、ちょっとなんかお皿の上などに置いて形を整えてください。まあ筒状でもいいし平らでもいいですよ。こんな感じ、はい、なんか生チョコのお餅バージョンみたいな感じ、うん、イメージとして、うんうん、こんな感じで、はい、で切っていきます。はい、ちょっとまあ粗熱がね取れてからの方が切りやすいと思うんですけど、まだちょっと柔らかいんですけど、こうやって食べやすい大きさに切ります。はい、そしたらこのままでも美味しいし、ココアを、無糖ココアまぶして生チョコのように仕上げてもいいでしょう。これは苦いのでね、あんまりかけすぎるとお子様は苦手かもしれません。そして完成です。最高でしょ。美味しそうですね。可愛いよね。なんかこれ もはやコンビニスイーツじゃないですか。
そうそう、これあんたアイスをね、アイスクリームを包んだら、あ、なんちゃら大福です。本当ですね。ちょっと冷蔵庫にミントがあったのでしゃれてみました。簡単チョコ餅の完成です。はい、美味しそうですね。ほら、うわ、ふにゅふにゅ、うん、美味しそう。はい、ではおとちゃん、はい、味見の時間ですが、あ、じゃあちょっとまずやってください。意地でも来ない気だな、ペンキまみれの男。ちょっとじゃあ食べてみます。はい、後で食べてね。はい、ありがとうございます。もちチョコレートまみれになりそうだが、一口で。おー、美味しそうですね。どうですか。間違いない。もちだけにもちもちですか。ペンキてる。美味しい。ポイントは水をちょっとかけてお餅を柔らかくすることです。そうするとちょっとこうお餅自体が柔らかくなるから、チョコレートが入りやすくなる。で、温かいうちに、餅が熱いうちに、あっちにチョコレートを溶かして、あんまりガーガー混ぜてるとチョコが溶けにくいので、ちょっと熱々のさ、お餅の下にチョコレートをちょこっとだけ置いて柔らかくして混ぜるのが一番きれいに混ぜるかも。こう笑うとこなんですよね、おっとちゃんね、昨日。あ、そうなんですか。ということで、じゃあおっとちゃんも食べても、せっかくだから。ちょっと食べます。なんでそんな髪の毛にペンキがつくのかな。うん、美味しいでしょ。うまい。これコーヒーにもね、合うね、絶対ね。これはうまい。チョコレートはもう気持ち増やしても大丈夫だけど、増やしすぎるともうベタベタして扱いづらくなってくるので、まあそのチョコレート増やし加減はご自分で判断してください。今日はホワイトチョコレートとかにしても美味しそうね。そう、ホワイト、あ、そうね、白いのね、うん、で、きな粉まぶしちゃったりして、いろいろアレンジが効くので、お餅で、お餅だけで飽きた時には昨日のキントンと合わせてもいいし、いろいろこう混ぜ合わせて、抹茶とか、ただあの甘みを入れないと冷めてから固くなりますから、昨日のクリンキントンの甘さ、今日はチョコレートの甘さ、抹茶入れる人はまあホワイトチョコ一緒に入れるとか、お砂糖入れるとかにして甘くして、はい、ということで、真夜中のお餅シリーズじゃなくって、おやつシリーズのお餅シリーズ2夜連続でお届けしました。はい、なかなかね、お正月からこう通常モードになりきれない阿佐ヶ谷夫婦チャンネルですけども、はい、あの徐々にねペースを取り戻して、お昼とか朝とかいろんなシーンで撮影していきたいと思いますので、また懲りずに明日も見てね。よろしくお願いします。阿佐ヶ谷夫婦チャンネル、今日は一人ぼっちの沼津 D でした。はい、おとちゃんは奥におります。また明日。また明日。